大通り、宇都宮中心市街地は写真奥く。手前沿道にはオフィスビルが並ぶ。栃木県宇都宮市における大通りとは、同市中心部、JR 宇都宮駅の西方に伸びる通りの一般名称である。正式名称は、都市計画道路3.201号大通り。国道119号、県道宇都宮那須から須山線、県道宇都宮かさま線。 県道宇都宮停車場線のそれぞれ一部からなる。大通りという名前の通り、同市のメインストリートとなっており、交通量も多い。オフィス、銀行などの金融機関、各種商業施設が集中している。江戸時代初頭の宇都宮城主、本田正恒が、欧州街道と日光街道の交点を、城下町の北西へ移し、宇都宮たら山の神社と宇都宮城の間を、貫く。 東西方向の街道として整備し直したのが、大通りの起源である。ただし当時の欧州街道は、遠県遮断のため局市長の方へ曲げるなど、一直線の通りではなかった。現行の直線的な大通りを整備したのは、栃木県令の三島道常である。三島は1884年に県庁を栃木から、宇都宮に移す際に、一週間の特幹工事で、大通りを作らせ、 道を拡幅した。通りの両側に面する住家には、拡幅分だけ交代するように申し付け、不平、苦情をいったものを巡査に公院留置させ、移転が間に合わないといったものの家の抜き先を、大工や妊婦に削り取らせるといったように強権的に工事を推し進めた。同年国道指定を受け、翌1885年に、大通りの月あたりに、宇都宮駅が開業し、 大通りは宇都宮駅の駅前通りとなった。宇都宮市街は大正から昭和初期にかけて膨張し、大通り沿いは商業地として確立した。1931年 1.6km の区間が栃木県で初めて舗装された。翌1932年に都市計画道路の決定により、福音1 8メートルとすることが決定したが、 宇都宮空襲による市街地の大半の消失を受け、1952年に福音30メートルへ拡幅することが決定した。1950年4月より、戦災復興事業の一環で、宇都宮駅から池上町までの区間の拡幅工事が実施され、1958年11月に完成した。池上町伊勢は、拡幅対象外で、 将来において施行するとされていたが、1970年代の急激な都市化の進展により、交通量が増大したため、1980年度より、土地儀県の事業として、拡幅工事が始まり、2001年度に完了した。JR 宇都宮駅より大通りを望む、宇都宮駅前から見る、大通り大通りは、JR 宇都宮駅及び東部宇都宮駅から、宇都宮市内各地、及び、 鹿沼市、日光市、羽賀町、茂岡市方面などへ向かう路線バスの集中地区でもある。大通りを経営する路線を持つバス会社は次の通り。かつては映画館、宇都宮第一東方もあったが、2007年11月30日に閉館している。栃木県宇都宮市では渋滞緩和や中心市街地活性化といった面から、 LRT により JR 宇都宮駅の東西を結ぶという計画を立ち上げており、大通りもその路線に含まれる。計画とその路線図については、宇都宮大学地域計画学研究室を参照のこと。ありがとうございます。